皆さんこんにちは、しおのめはじめです。今回はもう廃車になっちゃった E23 チケについて皆さんに紹介していきましょう。 E23 チケって言ったらバラバラ、 JR の中では新しいブレですよね。ですがなんともう廃車になった列車が結構あるんですよ。今回はそんなびっくりな E23 チケについて皆さんに紹介していきましょう。まずは E23 チケについておさらいしていきましょう。 E23 チケは2000年から量産が開始された通勤列車ですね。JR 東日本が見出して、JR 東日本がバンバン増備しました。一応試作車が1998年に最初は 29K950万台って名前で使いましたが、後に23式900万台として一番最初の初号機が活躍しています。試作車ですが、どうやら運行上は問題なく、特段編成丸ごと廃車とはいかずに普通に営業運転についてますね。ちなみにこの試作車は結構独特な経緯を持っていて、導入こそ一番最初に総武線に入って、結構古い部でしたが、その一方で、総武線の E23 式の大半が代替されていったんですが、その中でも総武線のこの900万台は遅かったですよね。普通は機器更新とかも変えて、割と古い列車から交換していくっていうのが一般的ですが、この900万台、もしかしたらたまたま、検査機の順番とかそういうのもあったのかもしれませんが、総武線内では最終装備の2編成とともに最後まで走っていて、結構びっくりされてましたね。それこそ E23 式の0番台が、6号車の都合で、全部撤退するちょっと前までずっと走ったので、この900万台結構しぶとくてびっくりされてました。ちなみにこの試作車っていうのは VVVF も特殊で、一応 VVVF に種類搭載しますが、どちらもともに試作車以外では聞けないタイプの音となっており、 JR の中でも極めて珍しい存在でしたね。 VVVF についた三菱製と日立製のものが1ユニットずつ試作的に搭載されましたが、三菱のものは一応0番台の通勤列車ものと同じような会場音ですが、微妙に若干違うんですよね。まあ、若干ソフトが違ったり、細かい部分で仕様が違うから、音が若干違うっていう感じでしょうが、まあ、これについてはパッと見そんなに違いは分かりづらかったりもするんで、初めてこのモーターを聞いた感じでは従来の0番台とそんなに差はないっていう風に思っちゃうでしょう。でもその一方で、アローコとかもう一個の VVVF はあまりにも特徴的すぎて、すごい夢でしたね。もう一個の VVVF は、日立の墜落しないインバータですね。一応、この墜落するインバータについては、E231K1000番台といった、金庫型列車で採用されていきましたが、通勤列車として、なんかこの0番台系統に同意されたかって言われたら、されてませんね。まあ一応 E231 系は、設計段階から通勤、近郊両方ともに行ける性能になっているため、まあそういうこともあって、まあ別に近郊型車両の足回りを積んだ通勤車っていうのも全然悪くはないんですけれどもね。そもそもこういう試作車ですし、なんか近郊型列車のテストは書いてるでしょうね。ただとはいえ総武線は基本的に全部三菱の VVF だったので、この日立のモーターが積んでるっていうのは、まあ一応チワーサとかそういう例があったんですけどもね。普通の通勤電車でこの日立のインバータ音が聞けるっていうのはあまりにもちょっと異例すぎて、鉄道ファンではちょっと夢でした。ちなみに墜落すると思いきや墜落しないっていう感じで、従来の1000番台の音とも若干違う傾向で、なんかしかもさっき紹介した0番台の9号車8号車に搭載されていた三菱のインバータとは違って結構差がはっきり分かっちゃったんで、こういうことからすごい夢でしたね。三菱の方はちょっと細かい部分で違うっていう感じですが、日立はもう聞いた瞬間に明らかに従来の量産車とは違うところが多すぎるんで、 E23 式の中でも特に浮いてましたね。このような感じで結構 E23 式900万台の試作車ってのが1998年に登場して、そして2000年から総武線や宇都宮線といったいろんな線区に登場されてきました。最終的には総武線や山手線、常磐線とかいろいろ入りましたね。ちなみに常磐線の E23 系は見た目はこういう雰囲気です。常磐線だけ実は特殊な点があって、顔つきが実は 29K そっくりです。というのも、もともと E23 系って、基本的に前面は白く塗られません。一応銀色のカラーで塗られていて、車体とちょっと共通化したカラーになってますね。ちなみに従来はこういう風に前面は銀色に塗装されていて、E23 系の標準はどちらかっていうとこういうベースが多いですよ。山手線向けに作られたデザインがそもそも全く新しい感じの500万台は別として、それ以外の形式は基本的に前面の FRP が塗装されてるんですよね。ただ一方で、常磐線だけは、なぜかこういう塗装になってますね。ちなみにこういう系統塗装って、実は 29,500万台と非常にそっくりで、なんか差がわかんないですよね。不思議なことに常磐線だけこういう風に 29K っぽいお顔をしてるっていうちょっと変わった点がありますね。あ、ちなみにこの E231 系とか画像は全部クレミが撮りましたよ。まあ、そんなクレミ発射した時、E231 系は結構こんな感じで、いろんな線区に入ってたんですよね。ただ一方で、残念ながら、実は廃車が、たった20しか経ったのに出ちゃいました。次はこういう車両について一個一個紹介していきますね。
まず最初に紹介していくのは E2 歳地系の左派ですね。 E2 歳地系は総武線から武蔵野線に多くの編成が転属していきました。この際に八王子編成のために中間車であった余剰左派利用が残念ながら不幸にも廃車になりました。当時の総武線は10両編成中通常左派1両とあとは6ドア車ですね。6ドア車っていうのはやっぱりホームドアに合わせるのが厳しかったため優先的に潰されてきました。こういう事情から E2 歳地系の900番台が全部余剰中間車が20年足らずで廃車っていう感じで結構もったいない感じがしましたね。特に2006年前の後期車についてはなんと登場してから14年くらいで引退ですから結構早いですね。他には山本線向け500番台で6ドア車を新しい4ドア車に交換するっていうケースもありましたね。山手線でもホームドアを導入する際に6ドア車が結構問題だったので6ドア車を新しい4台交換することによって対応していきましたが、この際に従来走っていた既存の6ドアを交換していきました。おそらく多分この6ドア車の交換が一番最初っていう風に思われます。6ドア車の交換はちょっと事情が事情なんで、まあ障害が感じしますが、とはいえ相当早かったですね。ほとんどの中間車が10年未満で廃車になっちゃってなかなか結構驚きでした。いい D3 地系初の車両の廃車って感じですが、なかなかすごい速さですね。新しい通勤電車が10年未満で廃車って相当早いっていう風に思われます。あの209系でさえ一応13年は持ちますから相当それと比較しても早いですよね。ただ一応はこの山手線向け500番台の部品っていうのは結構なんだかんだ言って中間車を作り直す際とかに活用されたり、まあ一応多少はリサイクルされてますが、それを踏まえてもちょっとさすがに早いなっていう風には感じる方が多いでしょう。ただこの500番台は結構すごい特殊で、この6ドア交換する順序が非常に変わってました。一般的にはやっぱり古い中間車から中心に交換していくでしょうが、この500番台は検査の都合とかもあるのかもしれませんが、なんと新しい編成から交換していきました。車両によっては5年少々で製造から廃車までいっちゃった車両もあったりして、あまりにもちょっと早すぎることで当時はビビってましたね。 JR は何を思ったのか、一番最後の編成からこの6ドア車の4ドア化を進めていき、なぜか知りませんが一番最初の編成とかは特にもうあまりにも早すぎる廃車でちょっとこれはやばかったですね。いくら中間車が余剰廃車なとはいえあまりに廃車が早すぎるのでなかなかすごい伝説ですよね。このような感じで実は中間車の余剰廃車ってのがわずかだが出ちゃったですが、見込みとして実を言うとこういう余剰廃車のような1両2両の廃車ではなく、なんと編成丸ごと全部廃車っていう危険性がある編成があるんですよ。まあ厳密にこれは JR ではないですが、一応 JR 以外の会社で E2 歳地系とほぼ一緒の電車がなんと見込みですが廃車になっちゃう可能性があるんですよね。最初は嘘だろお前、まっさかそういうことないでしょっていう風に思ってましたが、なんと最近徐々にその見込みが出ちゃったんですよね。一応このことについても紹介しましょう。 E2 歳地系のクローコと東一番300だった電車があるんですよね。この電車は E2 歳地系を丸ごとパクっていて、なんかもう細かいとこまでそっくりって感じで面白い仕様になってます。一応線路幅が違ったり前面のデザインだけは違うんですが、他の内装とか使ってるパーツについてはほとんど一緒で、まさしく E2 歳地系のクローンっていう風に思われます。ですがこの電車初期に作られた八王子平成の2005年および2007年までの電車が全部引退する可能性があるんですよ。全部っていうのは当然平成単位って感じで八王全部が引退ですね。都営新宿線ではこれまで八王平成の電車を交換するために重量平成化を進めていきましたが、 E2 歳地系の世代っていうこともあり13000初期車については交換されなかったですよ。ただ一方で最近は都営、なんとあろうことか13000の後期車を重量編成作り、それで8両編成を初期車を交換するってことをするそうです。導入編成数は8編成ってこともあり初期車の編成数と一致するため、まだ確定はしてませんが今のままいくと8両編成全部廃車になる可能性があるんですよね。もしも仮にこういう風な廃車が起きちゃったら E2 歳地系史上初の編成丸ごと廃車っていう風になっちゃいますね。一応 E233 系とかでも事故とかによる不幸な編成単位の廃車はあったんですが、なんとついに車両の代替による古い列車としての引退っていうのは E2 歳地系だからはこの都営車が走らないかっていう風に思っちゃいます。コメントではたまになんか E2 歳地系とは別の形式名だから E2 歳地系の範疇に入れないという風なコメントもありますが、まあ都営側も公式に実質 E2 歳地系のクローンっていう風に言ってますし、個人的ではこれ E2 歳地系の範疇に含めてもいいんじゃないかっていう風には思ってます。皆さんはどうでしょうか。ちなみに東急目黒線とかでは比較的この都営1300だと近い時期に使えた東急5080系が八王平成化するために新しく中間車2を作ってますが、この都営1300は結構重量平成する際に制約結構厳しいですよね。まず4+2+4に分割できて、かつ5+5にも分割できるっていう構造が必要です。これは大島計画とかの
メンテナンスの都合でそうなってますが、それ以外にももともと重量編成化を想定して作ったはずなのに重量編成化しようと思ったら結構改造が大変で、結局のところ4編成改造された後は特にこの1300の初期車は交換されず、重量化の改造もされなかったので結局のところ8本は残っちゃいました。やっぱり改造費用が結構高かったので、もうこれが分かった時点でこの初期車っていうのは残念ながら早期廃車が目に見えて露骨だったかもしれませんね。事情が事情とはいえ、それでもやっぱりいい D サイチ系が実質十数年で全部編成ごと廃車ですから、インパクトは相当大きいっていう風に思います。2099の初期の編成が結構余剰廃車で編成単位で不幸にも廃車したケースはありますが、1300ただそんな2099ほど貧弱ではないですし、なかなかこれは驚いた方も多いでしょうね。ただ一応もしかしたら編成組み替えとかによって重量編成化され編成も出るかもしれませんので、一応全部廃車という風には断言することはできませんが、とはいえ今の良さと都営のことですし、やりかねないっていう風にも思われてます。ただ重量編成を4本作ることが改造でもそんなにパッと見た感じでは難しくはなさそうですからね。個人的には重量編成を4本という体制に改めて運行するっていうパターンもなくはないかなっていう風に思ってます。まあもちろんこれは公式情報でないんで絶対っていう保証はありませんよ。このようにしてもうすでに廃車が始まっちゃいそうな2233式たちですが、もしかしたら将来ブーストだろうお前ってぐらい早い編成単位の廃車だったり、他にはなんか意外な転属とかそういうことも待ってるかもしれませんね。まだまだこういう将来の話は分かんないところが多いですが、もしも面白い話になってきたら紹介しましょう。というわけで皆さん、今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントとか書いてくれると嬉しいです。コメントをするさぜひクリビーってタグを書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して、また収集していきましょう。このチャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来に関する生息情報を発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。おまけコーナーも忘れずにくださいね。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。おまけとして、この動画を撮っている時の私の背景について紹介しましょう。実は私、コロナワクチンを打って腕が痛いですよね。ワクチンを打ったってこともあり、なんか副反応でしょうか。まあそういう感じで腕が痛いです。正直言って結構、まあ熱がない分動画は撮れますが、あんまり腕は疲れたくなかったですね。っていう感じで片手でも作業できるように、今回実はそんなに字幕とか入れません。まあそもそも普段全然字幕入れませんけどね。昔投稿した動画では、同じ字幕が10分以上表示されてちょっとかわしたこともありましたね。元がそういうチャンネルだからなんか、パッと見は分かりやすくはないかもしれませんが、なんだかんだ言ってやっぱり、ワクチンで腕が痛いなんか動画を撮るのは結構大変ですね。まあそれでもこのチャンネルは、620以上は毎日投稿してるんでやっぱり、その記憶を伸ばしていきたいっていう気持ちもあって、撮っていきました。まあこれからも頑張って動画投稿していきますので、よろしくお願いします。というわけで今回の、私のコロナワクチン打った後の感想についてのおまけは終わり。